昨夜、三島市の三島大社で花が開き始めた金木犀をめでながら雅楽を楽しむ会が開かれました。三島大社には樹齢1200年以上の金木犀があり、国の天然記念物に指定されています。すでに満開を迎えた木もあり、境内には甘い香りが漂っています。三島大社では開花の時期に合わせ木犀の湯と銘打ち、保存会のメンバーなどが集まり金木犀をめでる会を開いています。さっき風で香りまして、だいぶ木が大きくなったものですからいい香りがしました。はい、ラジオ体操に朝の、はいはい、でこれもお参りして必ずここは通っていきますので、匂いはもうします。はい、神事では金木犀の長寿を願い、樹齢1200年の木に肥料を捧げました。武殿では三島大社の職員などが雅楽を披露しました。幻想的な雰囲気と金木犀の甘い香りに包まれ、訪れた人たちは秋の夜長を楽しんでいました。